2人いいね。初パターンじゃない？初パターンですね。僕もめったにしない格好で。確かに今日カジュアルだな。初めてこういうのを挑戦しました。いや、はい、では、はい、ユンタク二平デビルはい、2018年9月12日水曜日6時を回りました。ユンタク二平デビルのお時間です。今日も生放送でお届けいたします。6時55分までお付き合いください。パーソナリティはヨギナオと私ミキサーのキャンです。はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。はい、この番組は有限会社ユンタクコーヒーと、有限会社二平デビルとユンタクコーヒーの提供でお届けしております。ツイキャスユーストリームでも配信しておりますので、画像でもお楽しみいただければと思います。コメントもお待ちしてます。メールもお待ちしております。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。メールもお待ちしておりますってことで、9月12日ってことでキャンさん、はい、キャンさんもうカウントダウンだよ。カウントダウン始まりましたね。ねえ、もう何のカウントダウンってみんな分かってるよね。やばくない？やばくない？はい、もうみたいな。そうそう、いろいろなカウントダウンで、今日朝 NHK で安室ちゃん出てたんだよ。はい、もうなんか泣きそうだった朝から。あ、もう今週はもう一色ですね。ねえ、15日にね来て、はい、でこの NHK のインタビューでやってたんだけど、あの引退のその日16日はどちらで何されてますかみたいな、多分沖縄にいると思いますが、どっかに出そうじゃない？なんかね、サプライズであのギノワのなんかやるでしょ、あのなんだっけ、花火となんかね。あそこ行きたいけど、でも私はね紫村におりますので僕もお仕事なんですよね。そう、まあ、それが終わったら終わったで、またあのぜひ皆さん、あの夜明かりは土日もやってますので遊びに来てください。遊びに来てくださいということで、皆さんぜひあのね、安室ちゃん、あの一色で今日はやっていきたいと思いますので、お楽しみいただければと思います。はい、今日はそうそう安室ちゃんで全部いきますので、ちょっとあとまた後ほどですね、ゲストさんも今日皆さんの画像見れてますかね、あの素敵なゲストさん、後ほどゆっくりお話あの聞かせていただきますが、ぜひぜひ皆さん、あの今日イケメンさんって言っていいのかしら素敵な男性が来ておりますので、はい、女性の方ぜひ見に来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、早速ツイキャスもありがとうございます。シュプリームさん、なおさん、キャン君、ゲストさん、こんばんはということでありがとうございます。大塚健二さん、そんなこと言って FM ギノワンにゲストなんでしょう、どういうこと、どういうこと、あ、さっきキャンさんがゲストだったよね。そうそうそう、ですです、はい、あやさんありがとうございます、こんばんは。今日のゲストはあの方なんですね。そう、あの方です。拍手ありがとうございますそう、あの方ですよ。はい、あのラジオ聞いている方は誰かなってちょっとお楽しみにしていただければと思います。ではこの辺で、オープニングナンバーいきましょうかね。はい、やっぱり安室奈美恵ちゃんでネバーエンド。大丈夫ですか？ウーリョさんもえへんもしね、長いね、私もだけどそう、あのあや育休中さんは、うんうん、このあやさん、そうそう、あの時の浴衣、うん、いつも聞いてくれてありがとうございます
そういえば、はい、今来てるクルーズ船が、We Love 那覇っていつもやってるのを、うん、We Love 浪江にしました。あのクルーズ船の、はい、あのあれだよね。ライトアップ、客室のライトアップで。すごい。あのこの曲はね、あのサミット、沖縄サミット、うん、なので、なんかこんなに引退カウントダウンするのもすごいね。もう海外からももう惜しまれている日本のアーティストって過去にもいないですよね、なかなか。やっぱこういう引退の仕方がいいと思う、うん、なんか急にもう明日からいませんとかなるより、はい、もう、まあ、生涯現役っていうのもやっぱ素敵ではあるんですけど、やっぱり別れは寂しいですからね、うん、一番いい時ですよね、うん、一番いい時になんか引退するっていうのはかっこいい、潔いし、改めて思った、40歳って、そうです、40歳に見えるね。全然選手の辞め方ですよね、どちらかというと、うん、宮津と愛さんとかみたいな、ね、そうだね。大塚健二さん、あ、室剛面白いですよね、すみません。そっち、あ、そういえばあれ、大塚健二さんこっちにいるよ、あれ大塚健二さんなんでしょ。ああ、そうです。大塚健二さん見たよ。ジンベ来てる。あそこにある。まあ、そうそう。なんかちゃんとね、大塚健二さんの写真、顔写真貼られてる。ムロツヨシ。あ、あむ、あ、あ、あ、ムロツヨシ。あ、ムロツヨシ。あ、そこか。いい、切るところね。ムロツヨシが、あ、ムロツヨシ、あ、今しっくりきた。ハードル高いな。ごめんね、取れなくて、拾えなくて、ごめんね。うむうむ。私たちの愛した上、これ、携帯だとこんな感じ。ツイッターの出てるので、これでみんなおしゃべりして、うん、ここからこうやって入れると、ちょっと今日コインそのままあるよ、ありがとうございます、引き続きだね。もしあれだったら、あの途中でも遠慮しないで大丈夫。大塚健二さん、キャンさんありがとうって、あのジンベつけさせたから、多分今の解説じゃないですか。ああ、そういうこと、うん、そこも拾えてね、私。うむうむ、ダメだな、私ついていけてない、ごめん。大塚健二さんのレベルまでまだ達してない、私、ごめんね。私が最後の5枚目にしたんですよ。あ、大塚健二さん、ありがとうございます。コイン、ありがとうございます。ここは伝わりましたね。わ、うん、かりました。すぐコインせがむからコインのことってすぐわかるね。今なんかあれ、角度変えますか。あ、ちょっと弱めましょうかね。弱めた方がいいかもしれない。あ、そうですね、気温がだいぶ低いので、うん、CM 入ってから今、はい、挑戦しましょう。僕も寒いなと思って、ね、なんかあそこが暑かったから最初涼しいと思ったけど、うん、いると寒くなってくる。キャンさんのあそこの画面の方が綺麗だな。こっち暗いかも。明るさが暗く見えます、うん。ただあれ、この画面の問題。そうですね、ツイキャスはちょっと画質がやっぱり悪いので。そういうことか。じゃあパソコンで見てる人は綺麗に見えてるの。そうですね、 YouTube とかニュースリングの方は向こうの画面ですね。そういうことね。大塚健二さん、埼玉は25度、エアコンいらずです。
急に涼しくなった感じで、そうなんだ。あと明るさちょっとこっち開けたら変わるかもしれない。あ、だいぶ西日が。あ、あれ傾いじゃない？傾いですね。激しく降ってます。もう雨が、うん、そうですそうです。沖縄独特傾いあやちゃん、あやさんが、皆さん夏風邪お大事にってみんな AM 氏が、私もだけど今結構、朝日さん多いのでね、長引くね、夏風邪ね。大塚健さん、パソコンに限らず綺麗ですよ、スリ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 、スリスリ、これでしょただ、最近、よく通う洋服屋の店員さんに勧められてこの格好をチョイスしたんですけど、余計なんか女の子に間違えられそうだなって。でもなんか普通に着てるっぽく見える。違和感はない。違和感はないですか？うん。ハンチング10年ぶりぐらいに購入してちょっとつけてるんですけど。全然全然。ありがとうございます。なんかただ普段ここに着てないだけかなって感じで違和感全然ない。ちょ、相談しながらだって、あ、意外といけますね。さすが店員さんに聞きながらとか、洋服買ったことないあ、ブティックは、ブティック。はい、じゃあ、はい、マイかけます。じゃあ、紹介します、ね、はい、9月12日水曜日、6時11分を回りました。ユンタクニヘイデイビルのお時間です。じゃんじゃんツイキャスも上がってありがとうございます。コインも今日はね、皆さんにせがまないでも最後の1枚は大塚健二さんに入れていただいてということで、いつもありがとうございます。はい、ちょっとクーラーがね、直撃で、本当は西日で暑かったんですけど、スタジオの中に入るとね、ちょっと寒かったので今クーラー調整してもらってます。ちょっと私もまだまだ鼻声なんですが、ちょっと夏風邪皆さん引かないようにお体ご自愛ください。引いてる私が言うのもなんなんですけれども、はい、ちょっとエヘン虫がね、なかなか治らないようなので、お気をつけていただければと思います。では早速今日のゲストさんを、紹介したいと思います。素敵な浴衣姿で来ていただきました。今日のゲストは、ウリュウさんですね。皆さんおなじみですね。よろしくお願いします。はい、皆さんウリュウさん知ってるよねって毎週毎週私が告知でしつこいぐらいまたかよっていうぐらい、そう、見せてるこの、夏の読谷夜あかり2018琉球夜祭りの、イベント、もうプロデューサーでいいんですかね、はい、ですよね、はい、いろいろ肩書きありますが、今回このプロデューサーという肩書きで、はい、この浴衣のモデルをさせていただいたんですが、今回それもウリュウさんお声かけいただいて、はい、皆さん、あえてですよ、あえての素人モデルなんでそう、そこをうまく利用していただいたので、あちこちに沖縄県内、あと聞くところによるとジェットスターあったりと、空も飛んでま す, です、ね、14路線すべての、はい、そう、私見つけたら皆さんご報告願いますそう、いろいろと仕掛けをしていただいて、で今回ね、琉球夜祭りということで、皆さんご存知 の,、はい、ランタンフェスティバルの初めての夏バージョン、はい、そうです ね,、はい、ね、すごい好評ですよね。なんかやっぱり冬と違ってて、また、はい、そうですね、すごい、冬のランタンで、夏はこの和傘っていうんですかね、はい、その和傘がすごい綺麗で、皆さんもう見ましたかね、紫村のホームページ、あと Facebook でも配信しておりますが、すごい綺麗なんですよ。そこをプロデュースしております。なので夏のね、趣っていうことで、はいはい、冬とはやっぱり一味も二味も違う雰囲気なんですけれども、はいはい、やっぱりこのイメージってどの段階から膨らませていくんですか？うん、そうですね、今年は4月ぐらいからずっとイメージ作りをしてましたね、はいはいはい、やっぱりそのイメージがこうやって一つ一つ、はい、現実に出てくるじゃないですか、はいはい、それって
どんな感じですかね、あのやっぱり理想に近いのか、はい、もうちょっとこうしたいなとかっていうのがあるのか。そうですね、あの、まあ、今回ポイントになるのが、はい、紫村の門をくぐって、はい、まずは現れてくる竹の明かりなんですけど、うん、はい、あれはあの竹取物語をイメージして作らせていただいて、はいはい、でなんか中空に浮かぶ竹の明かりっていうのがちょっと幻想的な形 で、はい、であのもう一つはこの天使館のところにある和傘と行灯という、はい、この本当にその日本の色合いを出していこうということで、はい、まあ、ただその中に沖縄の色っていうのがやっぱりあるので、はい、アンドンの生地はデザインはあのこれ沖縄風の、そうですよね、はい、なんかあの瓶型風だったり、はい、あの黄色とかが入ってたりするとやっぱり沖縄 の、 あの雰囲気が出てる感じなので、はいはい、あの皆さんのよあの冬のランタンを見た方でも夏は全然また違うので、はい、ぜひ夏も来ていただきたいですよね。そうですね、うん、やっぱり同じ明かりでもこれだけ雰囲気が変わるのも不思議ですよね、はい、そうですね、やっぱり同じあの同じ強さの明かりでも、うん、なんか色合いが変わってくるというか、はい、雰囲気が変わってきますね、はい、確かになんかあの冬のランタンの時はどちらかというと台湾とかその辺のやっぱりランタンなのでそこのイメージがあるんですが、はい、今回のこの夏の夜明かりっていうのはやっぱりこの和と琉球とっていうそのこの融合したイメージがすごい綺麗ですよね、はいはい、沖縄に何かこの和というものがあまり明かりとして見受けられない、新鮮なのかなっていう、確かに、うん、ないね、キャンさん ね、 そうですよね、ないね、考えたらないね外国人の方から見ると日本なので、はい、まあ、入り口は日本でもいいのかなと思って、でその先に沖縄っていうまた差別化された独自の文化があるっていうところを見せたかったんですね、はい、うん、確かに確かに今言われるまで思いつかなかった。中でもその中でも沖縄の中でもこう特別なものになっているっていうのがやはり、まあ、すごいかっこいいなと思うんですよ ね、 ね、そう、あの皆さんご存知のあの大河ドラマ琉球の風のその、はいはい、琉球家屋をそのまま使っているので、またこの家屋もね赤いので明かりが灯るとすごい幻想的なんですよね、うん、そうですね、その建物自体が、はいはいはい、まあ、本当にあの京都とか奈良の世界がこの場所に現れてきてるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただこれ台風の時期が確かに本当に今年はもうびっくりするぐらい台風が来ていて、そうですね、もうなんかすごい当たり年だけど何気になんとか、はい、避けてもらって、はい、1回だけですかね、たあのこの和傘を撤収したのは、うーん、あ、1回なんですか、はい、うーん、すごいですね、まあ、実はこれ、1日で撤収できるように作られてまして、うーん、もう台風の時期っていうのがあるので、あ、まあ、想定して台風が来れば撤収できるように実はこれ仕組みとして作られていて、すごい、うん、そっか、この時期ならではの、はい、で和傘そのものにも実はこれコーティングしてあって防水の、はい、やっぱりやっぱり、はい、雨に濡れて 和紙だけだとやっぱりもう耐久性がないので、まあそれをきちんとコーティングをして、はい、まあ、今回のコーティングはまあまあある程度耐久性もあったんですけど、う、はい、こういうところが難しいですね、すごいですね、やっぱりその時期ならではの悩ましいところがありますねあるっていうことで、すごい、大塚健二さんから、ウリュウさんに質問ですね、イメージを形にされるのすごいな、ボツにしたイメージエピソードがあれば聞きたいです、そうですね、いろいろありますか、ありましたね予算の関係やっぱ逆に削るってことですね、はい、ボツにするというか、まあ、直径10センチ100ミリ の、はい、あの透明の、パイプがあるんですけど、はい、このパイプをあのこのメインのところに、はい、ずらっと200本ずつ200本すごい立てて、その中に琉球の布を入れて明かりの柱を作ろうとしたんです。ああ、すごい。
それはすごい。で、これ、はい、でこれをなんかこう、まあ、通常よくあのお稲荷さんとか言うと赤い稲荷、お稲荷さんのこうありますよね、はいはいはい、あれを明かりのイメージとして作ろうとしたんです。あまりにも高すぎて制作が全部手作りということだったの でしかもそのパイプもオーダーで内地から取り寄せなければいけないっていうのもあって、でなかなかこの最終的に決まらずに、はい、まあ、時間もリミットが来てしまって、まあ、それができずに屏風にしてしまったというところですね。いや屏風でもやっぱりあのランタンとは違う趣があるのはもちろんなんですけれども、はい、その、ね、透明のパイプが200本ずらっていくとすごいことになりますね。そうですね、はいはい、もうなんか想像しただけでもすごい圧巻な、はいはい、まあ、お金と時間の関係でできませんでした、まあ、はい、そうですよね、いろいろ予算はね立てないといけないところなので、これがねまたどんどん、はい、あのまあ、今年は夏の夜明かり初めての開催ということで、はい、また毎年今後も、はい、もう来年もこの夏の琉球お祭りをやりますので、うん、今年から見てまたバージョンアップしたものをやりたいと思ってますね。なんか毎年何本かずつ増えてると面白いですね、うん、そうですね、はい、あの1年目2年目みたいにやっていくとすごい。その辺がやっぱりあの今まで、ね、冬だけだったので、はい、逆に、ね、夏ありそうでなかったなっていうのが、まあ、正直なところ で、はい、でやっぱり、まあ、私もあの冬のランタンで撮影会させていただいてすごいあの外国人の方にも着物で行って好評だったので、絶対、ね、夏だとやっぱり浴衣は皆さん着やすいのでってことで、はいはい、このね千代田ブライダルさんの、はい、この浴衣のレンタル企画っていうのもすごいマッチしてて、はい、大変なんか好評で ね、 そうですね、あのぜひ浴衣を着ていただきたいと思っていたの で、はい、でまあ、今回千代田さんとお話をさせていただいて、とにかく1日100着限定で浴衣をご用意しましょうということで、本当にあの多くの方にご利用いただいて、うん、いわゆるその明かりを見るシチュエーションを自分の中に作るっていうのを、うん、まあ、今回コンセプトで、はい、はい、すごいいいですよね。もう私もだからあの毎度その紫村内にあるジャナテに出勤するときは浴衣を千代田さんのレンタルのものを着させていただいてるんですが、もうかれこれ12回ぐらい着て毎回違うの着てますからもうモデルさんです。そうそう、でやっぱり着させていただいてるので、あのこういうものがありますよっていうあのやっぱり PR をしないといけないので、はい、毎日その浴衣姿を出勤のたんびに上げてるんですけど、皆さん あのあれが面白いんですよ、反応が、うん、あの私があんまり着ないあのピンク系だったり、はい、お花の可愛いやつとかだと普段着ないので、まあえて、まあ、こんな時だからって着ると、あのだいたいいつもこういうあのなんて落ち着いた感じの私好んで普段は着るんですが、はい、あえて着ないものを着ていると逆にそこが好評だったりするので、やっぱり自分が思ってるのと人の見た目と違うんだなって。そうですよね、すごいあの似合ってるってなんか、うん、なんか声いたコメントいただいたりとかすると、あ私これもいけるんだみたいになってくるので、いろいろやっぱりあのやっぱ自分が持ってるのって自分の好きなものとか好みが偏るじゃないですか、うん、はい、レンタルならではのチャレンジできるっていうのがいいですよね。もう本当にそういう普段自分が着ているデザインと違うものを選べるとか、またなんかそういうものを一個今まで勇気がなくてちょっとこれはって思ってたものを買わなくていいので、うん、そうなんですよね、一回チャレンジして、はいはい、そうよかったらそうあの買い取りも ね、 そうですね、できるので、はい、そうだから私もなんかいろいろこうやって着て自分 の、 あのこの着れる幅っていうのが分かったなと思って、ありがたいことに、うん、そうであの今、ね、着ていただいているあのウリュウさんが着ている浴衣も今日ももちろんそうですね、はい、レンタルで、はい、そう千代田さんの、うん、なので男性の浴衣も結構充実してるんですよ、はい、そうウリュウさんは、5枚目ぐらいでしたっけ。そうですね、5、6枚、もう5、6枚も着てます、ね、しかも全部違う柄です、はいはい、男性のって大体似たりよたりね、あのちょっと地味な感じが多いんですけど、今日着ていただいてるのも、はい、あのストライプのドットなんですよ、あの
字模様に、はい、なんかドットが入っているので可愛、はい、いんですよね。水玉ですよね。水玉なんです。そう、結構だからちょっとパッと見は渋い感じに見えるんですが、はい、こうやってそばにいると、おなんか可愛い、なんか水玉模様で、ちょっとこの水玉の模様も色がちょろちょろ変わっていて、ね、はい、可愛いんですよ、はい、なのでそういう遊び心も取り入れられた浴衣も、男性のもかっこいいやつもあるし、こういう変わった柄もあるしということで、男性にこそ私はもうよく言ってるんですけど、着てほしいぜひ着てほしいという、恋活で若い方たちが皆さん来てくださったんですけど、とっても浴衣が気持ちよかったって、男性の皆さんが、うん、そうですね、はい、なかなか着る機会がないので、うん、結構似合ってましたね。かっこよかったですね。皆さんね、私がこの働いている、このスタッフとしているジャナテで、この恋活のね、うん、お食事したりとかっていうコミュニケーション取る時間があったので、やっぱり私も見た、拝見させていただいたんですけど、男性の方結構20代30代の方も多くって、はい、逆に年齢層上がるのかなって思ってたんですよ、うん、参加者の年齢層ちょっと知らなかったので、うん、意外とこうやって若い方が興味持って、男性も浴衣着てもらえると、やっぱり私もなんか嬉しいし、うん、でやっぱり女性だけじゃないんですよ、浴衣マジックはね、はい、本当に、はい、かっこよかったです、ね、3割増しでしたね本当にすごい良かったので、うん、それが先週でしたね。そうですね、はい、先週で、見事カップルが2組、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりしました、ね、はい、そう、もうその後ね、またいい結婚まで行くと、そう、ね、そう、紫村と、はい、千代田で、はい、何かサポートさせていただいて、そうそう、はい、あるようなので、ぜひ、はい、そうで、ね、今回カップルになれなかったとしても、まあ、これをきっかけにお友達として、ね、うん、なっていくと、それも楽しいかなって思うので、そしたら思い出の場所でね、うん、記念日とかにこうやって夜明かりっていうのも楽しいですよね、はい、楽しいですね、うん、まあ、婚活ではなくて恋活だったので、うん、ね、まあ、友達から始めようというところ、の方が、はい、やっぱり若い人とか、はい、そういうのは入り口その方が、はい、もう婚活ってガッチガチになると、はい、なんかお互いになんか駆け引きとか出ちゃいそうですけど、はい、友達からっていう恋活を浴衣でってことで、ね、女性はもちろんもうヘアメイクも綺麗にしていたので、はい、もう女性はもう3割増し以上でしたよね、本当に皆さん可愛くて、 ね、でもなんかこう40代50代の女性たちからこの年齢をやれよって結構言われていますそうそう、今度はリクエストがあるのでなるほど、そうそう、ミドルのミドル世代の、そうそうそう、でもそれもいいですよね。いいですね、それも恋活でお友達から始めよ う、 いいと思います。なんか結構ね、まあ、沖縄はやっぱりちょっと言うとね、バツイチさんとかも多かったりするけど、やっぱり若いうちでね、お一人の方も多いと思うので、それをねチャンスとしてまたできると、はい、逆に落ち着いた年齢層なので、はい、またそういうね恋活もまた浴衣着てやると面白そうですね。そうですね、うん、今月の29日にうちなナンバーワンでこの恋活の内容が放映されますので、番組になってますので、はい、そうびっくりしました。協賛がね、うちなナンバーワンっていうのは私、はい、ここでもお知らせしたんですけど、まさかテレビ番組が入ってくるとは知らなかったので。あ、そうだったんですね。普通に番組にやっちゃってました。普通の番組になっちゃいました。この告知聞いた時に、ああ特集組むんだなっていう感覚でしたけど。あ、そうなんだ、全然私のこと、はい、おいるみたいななんか続いて21日には瞬間 Q アプリで、はい、はい、丸まま、夜明かりが、はい、はい、なのでぜひ楽しみにしていただければと思います大塚健二さん浴衣のことかな、自分だと無難なものでみたいにのありますよね、うん、そうそうそう、ぜひ、ね、チャレンジしてください、はい、キャンさん参加参加って、そうキャンさん誘ってたのよ。そうなんですよ行きたかったんですよ、行きたかったって言って行けないみたいな、もう今月も本当にもう泣きたいですね、しょうがない、しょうがない。そう、大塚健一さん200本想像できた、あ、さっきの透明のパイプですね、はいはいはい、
予算と時間ありきでオーダーに応えるのはすごい、私なら怒っちゃいそう200本なんてアイデア出ないかって、うん、本当に200本ってすごいね。やっぱりアイデア出すっていうのもね、これからのまた来年度に向けてってことでできるかと思います。アイデアいただければ ね、 ね、いろいろ来年のプランにまたいいと思います、はい、大塚健さんぜひ、ね、アイデア出して夜明かり見に来てください、はい、自分が出したやつみたいなね、はい、そういうのも面白いと思います。大塚健さんミドルぜひ Y 内さんのためにY 内さんのためのためにもやってほしい。なんだそりゃあーはい、わかりました今私わかった、大丈夫、それ以上今突っ込まないでおきますねそう、ぜひぜひFM ギノワのね、独身の男性女性そういらっしゃるかと思いますので、まあ、リスナーの皆さんもぜひまた恋活の情報もこちらから発信できればと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。恋活の流れでここ来るかって今思いましたが、この辺りでウリュウさんのリクエスト曲を流したいと思います。すごいねこの流れ。安室奈美恵で Can You Celebrate。こういう流れになる予定じゃなかったけど、すごい、うまく流れたね。本当に行きたかったんですよ。そうそう、いや、もう行かないもん。恋活ってまたいいですよね、うん、恋活、うん、行きやすい、うん、カジュアルね、いいと思います。なんかお友達作りに行く感覚で行ける。そうですね、今度はガッチリミーティングしましょう夜明かり終わっても恋活だけやってもいいですね、うん、と思います。浴衣をまだまだ着れるので、うん、着れます。沖縄9月、下手したら10月前半切れます、うんうん、時期によっては12月末全然いけるときじゃないですか、うん、暑いときね。なので変身する感じでね、普段の格好よりあえて変身するとちょっと面白いトークができるか、まあ、自分に自信もつきますからね、うん、と思う。なんかステップアップ、ね、はい、できると思うのでいいと思います。今回男性の方が多かったんですよ。そうなんですね。でも最初は女性が足りないっていう話だったんだけど、うん、でも女性が余っちゃうよりはそうそうそういいかなっていう、ね、男性が奪い合うぐらいが自然の摂理ですねそう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 いうのがいいかなっていう。とんかつはやらないですかとんかつねとんかつとんかつあ、僕アレルギーなんでやめてくださいそう、とんかつはできないね、ここはね。チキンカツだったら大丈夫ですそこのカツはできない、残念ですあ、大好物なんですけどねそうそう、女性は少ない方がいいですよね、うん、見られてる方が、なんだっけ、愛するより愛される方が女性は綺麗になるらしいので、皆さん愛情ください、いっぱい。いつも愛情という名のコインをいただいてますね、皆さん。ありがとうございます。まだ5枚入れる余地ができました、ね。もっとみたいなそう。今あれなんですよ、この9人が常時見ている状況です。大体これが10前後で。言ってるので、うん、愛情ありがとう嬉しい、愛情キャッチキャッチもう20年以上前かな、この Can You Celebrate、ね、私友達の結婚式で歌ったんですよ。カラオケでお箱でしょ、ね、小学生お箱声めちゃめちゃ出てた頃なの、うん、すごい。小学校6年生までは声で女の子と間違えない。ああ、そうなの。あやちゃん、奈美さんみたく浴衣美人になりたいです。うん、いやもう十分美人。いいですよね、うん、そうそう。ある意味ここで言いますけど、ここでってここだけの話みたいな、もう普通に世界配信だけど、ちょっと今日
興味を持ってたので、あやさんが、私が声かけしたんです、うん、絶対いけるって絶対いけるって私何目線もうそう、可愛いですよ、あやさん、ぜひいろいろとこれからも。うちわの撮影はリポーターはどなたでした？大城さんか、大城さんでしたよね、あのそれともひとみんさんか、このうちなナンバーワン、比嘉信夫、あの MC は比嘉さん、比嘉さんで、で大城ゆうきちゃん、あ大城さんが、うん、ですです、あのこの夜祭りの CM 動画の CM も大城さんが、そうなんです、大城さんとあのひとみんさんがあのリポーター交代交代やってるんですけど、そうですよ、ね、あのひとみんさんはあの木曜日のパーソナリティでもあるので、あそうなの、はい、知らなかった、明日番組があるので、何時、今時間は9、あひふみさんの前なんで7時ですね、あ夜、はい、うん、ドタバタリップって番組をしてます、私も意外ともう前後しか分かってなくしかもあんまり芸能人っていう沖縄の芸能人もよく分かってないひとみんさんがリポーターしてるとこしてたんで聞こうかなと思ったんですけど、あんまりそういう話は出てなかったんで、あ今回もしかしたら大城さんかなと思って、うん、すごいもう顔ちっちゃいね、本当にランタンが始まってから、僕が関わってからずっと大城さんがモデルで、動画は、うん、CM は綺麗、大城さん綺麗ですもんね、うん、何度か現場でお会いしたことありますけど大塚健二さんが、キャンさんがその時が来たら歌ってあげてくださいね私が歌うわお願いいたします、祝福するわぜひお願いいたします、どうぞよろしくね、なんか改めて聞くといい歌ですね、うん、だって本人が離婚したのにこうやって使われるってあんまりないっていうじゃないですか、いいですよね、そうですよねそうそうそう、すごいですよね、縁起が悪いって言われそうですもん、うん、今でも使われてるからすごいと思ういや CM 明けにちょっと私がこのお話をするの で、はいはい、でその後にドネーションこれ、はい、ヘアドネーションやって最後に夜祭りしましょう、はい、私もこれ一つ、大塚健二さんがそれは言わない方が何あのこの何離婚したって話は言わない方が何まあでも仲はいいらしいですからね、うん、サムさんと、そうそうそう、別にあの喧嘩別れてはないので、ね、サムさんを再婚したって本当、そうですね、だよね、うん、なんかサムさんがいつの間にかこう夫婦っていうよりも親の気持ちになっちゃったっていうのが、離れてるもんね、年ね、はい、大きいみたいです、うん、もっと幸せになってほしいと思ったんです、でもすごいなと思ったのが、サムさんのお父さん、産婦人科のお医者さんで、サムさんのお父さんが、ね、取り上げたんでしょ、そうなんですね、らしいですよ自分の孫取り上げるって幸せですねすごいよね、でもお父さんだからなあ、お母さんなら私もお父さんですけど、確かに複雑じゃ、複雑じゃ、すごい関係よね先生だけど、平行足の、そう結構有名だよあの 女の立場で見ると、そうですね、お父さんあ、まあ、お医者さんって有名で見たら何も思わないけどはい、じゃあ5秒前で、はい、はい、9月12日水曜日6時、39分になりそうなところです。すごい、夜明かりの話から恋活で
安室ちゃんの Can you celebrate というすごいミラクルな流れに、これはあの得てしてなったものではないです、ミラクルな流れになりました。やっぱりちょっと安室ちゃんパワーを感じますねって勝手にやってますけど、はい、でこの時間からは、告知の、時間とさせていただきます。まず、今日は夜明かり後でウリュウさんにお任せするので、ちょっと私がまた関わっている、イベントの告知をいたします。ぬちぐすいのチャンプルーフェスティバル、心と体に栄養をということで、2018年9月30日日曜日、朝10時から16時まで入場無料になっております。こちらですね、シンポジウムもありまして、特別講演がウェルネスと沖縄の時代っていうのが10時半から12時で、統合医療の講演で、病気にならない体づくりを目指す統合医療、セルフケアの重要性というのが1時から2時、最後に健康寿命の延伸へのアプローチっていうのが2時から3時ということで、各講演もございます。で、11時だったかな、すいません12時から展示ブース、体験ブースですね、失礼します、体験ブースの方がありまして、ぬちフェス体験会っていうのが、あります。で今回ブースの方が20ブースあるということで、初の試みなんですが、新旧美容針であったり、お灸、宝禄灸とかですね、あと私たちの、薬膳の料理、今回薬膳スープも販売させていただきます。であと分子栄養学、ヨガ療法、アーユルヴェーダーとかですね、スイナ動作法、相対法、神経路治療、 EK 療法、エネルギー療法、フラワーレメディ、耳つぼ、耳つぼジュエリー、玄米酵素、アロマセラピー、カイロプラクティック、リズムジャンプメディカルチェック、柔道整復師とスポーツ外傷ということで、すごいですね、これだけ言う羅列するだけでもすごいんですが、私半分以上分かりません。多分キャンさんは分かっていると思いますがその辺で体験ブースあります。無料もしくは500円で体験ができます。飲食の販売は私たち薬膳メンバー、ワイコンプコリーグで販売させていただきますので、季節の、食用場ということで、その季節のお弁当なども販売させていただければと思いますので、ぜひ遊びに来てください。9月30日日曜日ですね、すいません、会場が、宜野湾市大山にあります空沖縄保健医療工学院にて、行われますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。健康長寿、沖縄を目指そう、取り戻そうということで、今回この企画がありますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。私の方から今日は以上です。はい、ではウリュウさんから、はい、ね、ちょっと夜明かりはまた最後に撮っておいて、はい、そうウリュウさんがまた関わっている、はい、また情報がございます。はい、はい、ね、はい、小児がんで闘病する子どもたちを笑顔にするプロジェクトということで、ヘアドネーションというプロジェクトを行っております。で、まあ、ご協力いただける、まあ、女性の方々、まあ、男性の方でもいいんですけれども、そうですね、で今髪の毛が、以前は31センチ以上というところだったんですけれども、はい、今回16センチから大丈夫ですよというところもありまして、はい、まあ、ご協力いただける美容院の方、まあ、いらっしゃったらぜひぜひお声かけいただきたいなというふうに思っております。はい、先日の恋活の際にも、このプロモーションさせていただいて、まあ、恋活に参加していただいた方が手を挙げていただきました。はいはい、まあ、それからジャナテの、スタッフから髪の毛が、20代の頃の髪の毛を取ってらっしゃった方が、すごいですよね、まあ、ツヤツヤしてすっごい綺麗でびっくりしましたけど、うん、そう、私えってなんかね、ご本人様は今ショートヘアなので、うんうん、すごい、うん、長いものを置いていたって言ったのでびっくりして、誰かのかと思った私そうそう、はい、という活動を今行っておりますので、うん、まあ、キーストンライオンズクラブ、茶壇のライオンズクラブさんからもご協力をいただいて今進めております。はいはい、うん、よろしくお願いいたします。はいはい、こちら個人と、あと、はい、共産、ね、共同できる、はい、美容室の方も募集しております。はい、こちらライオンズクラブ国際協会
で、行っておりますので、はい、こちらですね、お問い合わせが、はい、の方が、はい、どうしましょう、こちらでいいですかね、はい、はい、お問い合わせ先の方が、ライオンズ国際協会、337D 地区沖縄キーストンライオンズクラブの事務局になります。電話番号が090-8660-4098 になります。 E メールの方が、アルファベット小文字で沖縄 .keystone.lc@gmail.com です。沖縄は、通常には okinawa.keystone が keystone.lc@gmail.com です。こちらにお問い合わせいただければ、個人の方でも美容室の方でも、ご協力いただける方、ご連絡いただけると嬉しいです。また YouTube の方でもまた上がりますので、再度 YouTube でも確認いただければと思います。また YouTube 上げるときに私こちらの方も載せていきたいと思いますので、皆さんまた、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。キャンさんの方にもこれツイキャスに貼り付けてもらおうと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。そう、女性のね、髪は命って、今男性も髪長い方いらっしゃいますからね。そう、大塚健二さん、いいんですよ、気を使わなくても大丈夫です、頑張ってください何を励ましてるみたいなそう、あ、大吾さん、お、今日逆だ、あ、そうそうそう、今日こっち逆なんですよ、スタジオの位置が逆になってます。さすがですね、常連さんは分かりますね。大塚健二さん、病気と戦える気持ちになってほしいですね、うん、そう、やっぱりこういう、ね、ご協力があると、その子どもたち の、ね、少しでも励みになればなっていうところですね。はい、ぜひ皆さん、そういう、まあ、ご自身ができなかったにしても、ご紹介いただける美容師さんとかあれば、それでも全然構いませんので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、はい、いよいよもう終盤戦になってきました。はい、はい、では琉球魚祭り、はい、はい、本当に残すところあともう2週間というところになってまいりました。はい、はい、で、まあ、その中でも先ほど来浴衣レンタルの話もいただいてますけれども、はい、今日はまあ、突然今日水曜日っていうのはコカ・コーラデーということで、はい、まあ、協賛企業さんが、まあ、それぞれ参加していただいてまして、はい、今日は入り口で5時半からもうすでに配布されてますけれども、うん、まあ、100本コカ・コーラを等を配布させていただいております。すごい、はい、あと次の15日16日はオリオンビールデーとなってまして、いい、まあ、この日は生ビールが300円で買えますよっていうことと、はい、あと、まあ、入り口で、オリオンビールさんの三品茶、はい、これを100本無料で配布させていただきます。すごいですね、はい、ビールと三品茶、しかも15、16って皆さん土日になりますの で、はい、土日ね、ご家族もしくはカップルでご来場いただければ、はい、三品茶もしくは生ビールっていうことで、ちゃんとねドライバーさん用にも三品茶があるっていうのはいいですよね。そうそう、なんか飲む人だけとかじゃなくて、ちゃんとねドライバーさんのためにも三品茶もあるということなので、すごいですね、皆さん土日で。今日は、コカ・コーラです。そうですね、皆さん100本なくならないうちに早めにゲットしていただければと思います。はい、はい、9月になって、はい、結構日が落ちるのもだいぶ早くなってきたので、そうですね、はい、そう、8月の時はねもう7時半ぐらいになってもまだちょっと明るいかなっていう、はい、なんかちょっとヒルアンドンみたいな感じ で、ね、な感じで、まあ、それはそれで、はい、なんだろう、明るいところから暗くなっていくところのその明かりを楽しめるのも、はい、まあ、それはそれで、はい、趣があってよかったんですが、何にせ西日が暑かったんですけれども、まあ、今はねだいぶ9月に入って涼しくなったので、はい、夜明かりももうこの時間から結構
いい感じで見れるんじゃないかなって思います、はい、ちょっと日暮れ前から、うん、日が暮れていく間の明かりが一番綺麗ですよね、ですね、うん、はい、それってなんかそのちょっとした時間でしか見れないので、はいはい、結構いいですよ ね、 そうですね、あの時間帯っていうのは、はい、そう、最初はまだ日が落ちないねとかって、うん、あのまあ、撮影の時そんな感じだったんですけど、はい、もうあれですよね、あの日落ち待ちみたいなです、ね、やってたんですけど、でもその前 の、 あの明かりもすごい綺麗だったので、今はそれが多分この時間帯から見れるので、はい、ぜひ皆さん、あの夜明かりは5時半からあの開場しておりますので、うん、早めに来ていただいて、うん、で浴衣あの、はい、たくさんあるので、はい、好きな浴衣を選んでいただいて、やっぱり早く来たら自分が好きなものを着れると思いますので、そうなんですね、はい、あの私なんて早めにあの5時出勤なので4時過ぎには行っているので、誰よりも先に来てますなのであの言うとあれなんですけど、あの新しいものが入ってるとやっぱり見たことないので、もう毎日私見てるのであこれ見たことないって言ってあのすいません、皆さん、ね、お客様より先に私が袖を通しているっていうパターンもありますが、でもそれをアップすることで、あこういうのもあるんだなっていうので、斬新なものを着ると皆さんも反響あったりとかして、でそれがあのまたレンタルしていただけると私もやっぱり、はい、そうですね、うん、嬉しいので、皆さん の、ね、あの参考になるように私もあのいろいろポーズを決めながら浴衣を着させていただいておりますので、うん、やっぱりあの浴衣を持っている方は、まあ、浴衣でもちろんあのいらっしゃることももちろんあると思いますが、はい、例えばあの浴衣あるけど着付けがうまくできないっていう方も、うん、あの2000円で着付けだけ、はいはい、持ち込みでもやってますので、はい、やっぱり自分の着たいっていう方それでも構いません、はい、であと女性の方ヘアメイクも、はい、あのオプションでついておりますので、はい、あのまあ、なんなら何も持たずに、はい、あのヘアメイクまでできるっていう、はい、そうあの至れり尽くせりのプランなので、ぜひこの機会に来ていただいて、はい、でなおかつその夜明かり の、まあ、あの千代田さん の、 あのレンタルするブースでもあの綺麗に撮影ブースもありますが、やっぱり夜祭り夜明かりっていうことなので、うん、その夜明かりの中でもあのプロ の、 あのカメラマンがおりますので、はい、ぜひ土日には、ね、はい、おりますので、はい、ぜひあの土日狙うか、もしくはあの事前に問い合わせいただければ、はい、もしかしたらあのご予約いただけるかと思いますので、やっぱりあのスマホで撮ろうとしてもうまく、うん、やっぱり明かりをメインに撮ろうとすると顔が暗くなったりとかするので、はい、その辺皆さんぜひプロのカメラマンで綺麗に撮っていただけるのもご活用いただければと思います、はい、あっという間ですね、はい、エンディングが流れてまいりまして、エンディングはやっぱり安室奈美恵でテンペスト、ね、そう今日ね、ウリュさん、はい、キャンセレブレイト、はい、で私がちょっとセレクトさせていただいた、はい、やっぱり琉球っていう、はい、そのテーマの曲をちょっとセレクトさせていただいて、はい、あの1曲目の、ね、ネバーエンドは、はい、あの沖縄サミットでの曲 で、 でこのテンペストはあのこれ BS だったかな、そうあの仲間由紀恵さんが主役のということで、それをセレクトさせていただいて、琉球夜祭りにまたちょっと趣をなんかちょっとできればなと、はい、実は僕もちょっとだけ映ってます。マジで、うん、はい、テンペストに、テンペストに、何話、第1話ですその第1話じゃあもう一回振り返って、はい、皆さんキャンさんの見てみればいいかなと、見つけられたらぜひご報告ください絶対分かんないですけどそうちょっと楽しみにしていただければと思います、はいはい、あっという間ですね、この番組は有限会社二平デビルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたしました。パーソナリティはヨギナオと、私ビキさんのキャンと、今日のゲストはウリュウアキラでした。はい、今日も皆さんありがとうございました、はい、また来週です。ありがとうございます。バイバイ。テリーさん、初見かな、ありがとうございます。ペッパーデコフレーム、あ、このアニメのこと、てっぺ、えペッパーデコフレーム、これかな、お猿さんのこと、ありがとうございます、はい、なんかこっちに出てる面白い、なんか出てる。
大吾さんお疲れ様でした。じゃあお疲れさんありがとうございました。あの愛情のポイもいただきました。引き続き愛情よろしくお願いします。そうそう、番組の中であのちょっとお伝えできなかったんですが、あのユンタク二兵デビルは今月でちょっとあの一旦閉めますが、10月からまたパワーアップしていきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ユンタク二兵デビル自体は、このあと何回だ、2回、あと2回ですねの放送になりますが、あの引き続き私はいますので。僕もいますので。ぜひぜひ、あ、大吾さん驚いた驚いた。ぜひよろしくお願いします。今スポンサーさん募集しておりますので、どし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 ご応募いただければと思います。お願いいたします。10月からはお二人でやるんですね。あの今まで通りです。いつもの二人でね。はい、あのキャンさんとのコンビ愛は解消しません。これからも末永くよろしくお願いします。こっちでの話。そうそう、あのスポンサーさんがちょっと変わるだけです。ぜひ皆さんあの楽しみにまたやっていただければと思います。今日もたくさんの方見ていただいてありがとうございます。いいですね、うん、すごい、計40人の11人、うん、ありがとうございます。もうおかげさまで、あのゲストさんまだまだ出たいと言っていただける方もいるので、頑張りますので皆さん楽しみにしてください。ありがとうございます。嵐がって歌うなみたいな。いやいや、歌えることが素敵です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか今日はしっとり終わった。はい、オッケーです。ありがとうございます。そう、ユンタク二兵デビルとしてあと2回ですね。今度東さん出してあげてください。東さんって誰？東さんはサザンブリーズ、先ほどのサザンブリーズの。あ、逆にね、はい、あ、それもいいと思います。ありがとうございます。じゃあツイキャス、あ、ゆきさんも、おつかけんさんもツイキャス着るけど大丈夫？ありがとうございます。ではではまた来週で。